この後追っかけるっていうのは相当厳しいんじゃないかな。どうも皆様こんばんは、セゴリと三世でございます。さて今日はですね、前回お話したこのワニマのジュースアップに続いてですね、このですねワニマがなぜこんなにも人気があるのかっていうのをですね、ワニマの歌詞、曲、スタンス、この3つに分けてご説明していきたいと思います。まずワニマの歌詞はですね、大きく分けて2つに分かれます。一つはですね、ものすごい軽い言葉、いわゆる本人たちの言葉で言うとワンチャン系ですよね。中学生高校生で言えば部活終わった後にみんなで喋ってる会話の内容とか、もしくはですね、海に行った時にですね、可愛い女の子を見つけてそれを見ながら喋る男の会話とか、そういったものが非常に盛り込まれています。もう一方はですね、ちょっといいこと言ってる系の歌詞です。先日発売したジュースアップの1曲目ともにに入ってるような歌詞、もしくはこちら Are You Coming のですねサンクスや、こちらの曲に入っているような歌詞がまあそれに該当するのかなというふうに思います。この2つのバランスがもうすごく良くって、軽い歌詞ばっかり続くと何にも考えてない、まあ、いわゆるチャランポランなバンドだって思われちゃうんですけど、それとは別にですね、ちゃんとみんなの心にグッとくるような、あ、いいこと言ってるなって思う歌詞もちゃんとあるんです。そのバランスがすごいいいんですよね。逆にいいことばっかり言おうとしていると説教臭いバンドになっちゃうわけですよ。お説教バンドね。このバランスってすごい難しいんだけれども、それの両方をですねうまく入れることによって微妙なバランスで成り立ってるんだなっていうのがよくわかる。この矢印米的感じがですねワニマの歌詞の魅力なのかなっていうふうに思います。楽曲はですね、前回の動画でもお話ししましたが、クオリティはもう相当高いです。歌詞はですね、全部日本語詞で、それに合わせてこの楽曲なので、10年ぐらい前に流行ったですね、青春パンクにかなり近いものがあるんですけれども、青春パンクっていうのはですね、日本語歌詞を織り交ぜた、もう安っぽい言葉を連発してですね、パンクテイストを入れたですね、もうチャッチい曲がすごい多かったんですよ。そのブームにあやかってですね、インディーズからパッと出てメジャーに行ったけれども、全然ヒットを飛ばせず、そのままですね、メジャーからですね、降りていったバンドもすごいいっぱいあります。その世代のバンドに比べたらもう比較になりませんよ。ものすごい上手いです。ちゃんと考えられて作ってる、もう練り込まれてるっていうのは本当によくわかります。なので逆に今だからいいのかなというのも言えるんですよ。10年前の日本語パンクブームの時にはアニマが出てきたら多分霞んでたんじゃないですかね。今その青春パンクも終わり、この絶妙な歌詞のバランスとめちゃくちゃクオリティの高い曲を盛り混ぜることによって、まあ、今すごくガラッと来てるのかなっていう感じですよね。テイストから言うと、まあ、ハイスタンダードからっていうか、モンパチとかオレンジレンジとかそっちにかなり近いと思う。オレンジレンジの軽さと、まあ、モンゴル800のですね歌詞の強さですかね。だけれどもその2つのどちらのバンドよりもクオリティは高いと思います。3人が3人きっちりやってるっていうのはですねよくわかります。全然関係ないけど、モンパチの上津清作さんは今やパパイヤ鈴木状態になってますね。昔は若くてかっこよかったんだけどな。テレビとかでチラッと見たことある人よくわかると思うんですけど、すごいニコニコしてます。いつも笑って楽しそうにしてるわけですよ。当時ですね、エアジャム世代って言われてたバンドって今残ってる人たちはみんなですね、まあおじさんになり、そしてですねお説教バンドになってるんですよ。いい意味でも悪い意味でも、それがですね結構賛否両論で、正しいこと言ってるから好きっていう人もいれば、学校とかさ、会社、あとは家庭とかでさ、もうみんなものすごくこう頑張って疲弊している中、真面目にどうすればいいのかってちゃんと考えた上で行動している若者だっているんです。こういう音楽を聴く人たちの中にも。でもライブの空間だけは違う世界でいたいなって思って大体みんな行くんですけれども、それでですねそういったまあ話をされてしまうわけですよ。お説教的なやつをね、もちろんいいこと言ってるなと思うんですけれども、うんざりしちゃう率の方が相当高いんですよ。みんなだって日常生活相当頑張ってると思うので、今それを聞くのかっていうのがすごく多いと思うんですけど、その中でワニマはそういうことはないわけですよ。もうライブっていう空間を楽しもうっていうのはですねすごく伝わるわけです。そういったですね他のバンドのスタンスとかとはちょっと違うところにいるので、そういうのも受けているのかなと。だから逆を言うと、今その熱いお説教的な感じが時代に合ってないっていうのも言えるのかもしれないですけどね。わかりやすくさらっとワニマがなぜ人気なのかっていうのを語ってみましたが、このワニマの人気っていうのはですね今後さらに高まっていくと思います。めちゃくちゃそれぐらいですねすごい素質を持ってるし、ちょうど時代でポカッと開いた穴のところにストーンって出てきたっていう感じで、それがですねもうちょうど絶妙だし、今他
他に誰もやってないっていうところをやってるので、これはですね他にも多分かなり追随する人たちが出てくると思うんですよ。今の若者たちの中でもワニマのコピーバンドをやりたいっていう人たちも出てきて、でそのコピーバンドを経てですね、まあ、オリジナルをやりたいっていう人たちも多分出てくると思うんですけど、多分ワニマで始めた人たちはワニマの壁にぶつかると思います。それぐらいやっぱすごいですよ。本人たちがどこまでですね自分たちのブランドっていうのを考えて作ってるかは不明ですけれども、でもそれでも曲は相当練り込んでるし、歌詞のバランスも素晴らしくいいし、多分本人たちは好きで純粋でやってるっていう気がしますけど、この後追っかけるっていうのは相当厳しいんじゃないかなっていう風に僕は感じてしまいました。それぐらいですね、まあワニマっていうのは素晴らしいバンドです。僕のようなですねエアジャム世代の人たちも、今のですねポケモン世代の子たちも、双方ともにですねすげえバシッとハマれると思いますよ。ワニマは名前は聞いたことあるけど、まだがっつり聞き込んだことないんだよなっていう人はですね、ものすごく損してますから、ぜひぜひですねこちらまだ4枚ですからね、4枚だったらまだ追っかけることできますから、チェックしてみてください。今回もフェスでめちゃくちゃいろんなところに行きますからね、フェスを体験してまあさらにファンを取り込んでいくっていうのはですね容易に想像できますが、これから先どんな風になり上がっていくのかものすごい楽しみですね。そして願わくばお説教バンドにはならないでほしいな。皆さんはワニマについてどんな印象を持っていますか、ぜひ下のコメント欄に書いて教えてくださいね。というわけで今日の動画はこの辺で、この動画が面白いと思った方高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた明日ね。じゃあ。